二つのおむすび。昔々、あるところに、大きな猫と小さな猫が住んでいました。ある日のこと、二匹の猫はおむすびを拾いました。大きな猫が拾ったおむすびは小さく、小さな猫が拾ったおむすびは大きなおむすびでした。そこで、大きな猫が、 小さな猫に言いました。お前は体が小さくて、オイラは体が大きいから、そのおむすびと取り替えてくれ。いいや、お前はもう体が大きいから、小さいおむすびでよい。オイラはもっと大きくならないといけないから、大きなおむすびを食べるよ。そう言って、小さい猫は、 大きなおむすびを話しません。そんなことはない。昔から大きなものはたくさん食べ、小さいものは少なく食べるに決まっている。どっちの猫も負けていません。そしてとうとう喧嘩になってしまいました。よし。それならどっちの言うことが正しいか、誰かに聞いてみようじゃないか。 いいとも。そこで二匹の猫は、猿のところへ相談に行きました。なるほど。どっちの言うことももっともだな。猿はしばらく腕を組んで考えていましたが、こうしてはどうだ二つのおむすびを同じ大きさにして食べたら。と言いました。いいとも。 賛成。大きな猫が言いました。僕もいいとも、賛成するよ。小さな猫も言いました。ではおむすびの大きさを比べるから、ここへ出してくれ。猿ははかりを持ってきて、両手に二つのおむすびを乗せました。うん。こっちの方がだいぶ重たいぞ。 猿は大きな方のおむすびを一口食べました。でもまだ同じ重さになりません。こっちがまだ重たい。と言いながら大きい方のおむすびをパクリパクリと食べてはかりに乗せました。そのうちに小さな猫のおむすびが軽くなってしまいましたこ。こりゃいかん。今度はこっちが重そうだ。 今度は大きい猫のおむすびを一口食べました。あっちが重い、こっちが重い。そう言っているうちに、猿はとうとうおむすびを二つとも食べてしまいました。二匹の猫はがっかりして、泣きながら帰って行ったということです。